フランシス・トレシャムフランシス・トレシャムはイギリスを拠点とするボードゲームデザイナーであり、1970年代初めからボードゲームを制作してきた。トレシャムは1971年にハートランド・トレフォイル社を設立、経営してきた。同社は1997年にマイクロプローズに買収されるまで代表作であるシビライゼーションでよく知られていた。 トレシャムがデザインした1829は 18XX シリーズの最初の作品であり、彼のいくつかのボードゲームはレールロードタイクーンといったシドマイヤーのコンピューターゲームに影響を与えた。またトレシャムはボードゲームにテクノロジーツリーのアイデアを最初に導入した。これはその後に制作されたボードゲームやコンピューターゲームに大きな影響を与えた。 トレシャムゲームズの社長を務め、18、XX シリーズのゲームを制作し続けた。2013年には、最初に UK ゲームズエキスポ伝導入りを果たした、数人のうちの一人となった。マイクロプローズ、インク、アナウンス、アクイジションオブクレアトールオブシビライゼーションボードゲーム。 プレスリリース、http コロンスラッシュスラッシュ www.highbeam.com スラッシュドックスラッシュ 1g1-20027461 ドット html18xx デザ・イナーズリストーンブラックウォーターステーションハット UK ゲームズエキスポホールオブフェームありがとうございます